牧場物語オリーブタンと希望の大地、本日もやっていきたいと思います。おブリアちゃんこんにちは。おい淡白だな、もうちょっとなんか話そうぜ。ってことで君にこれあげよう。ありがとう、こんなものもらえるなんて本当にどうも感謝すればいいの。おお、めちゃくちゃ喜んでくれてるね。そんなに嬉しいか。はい、ってことでやっていきましょうか。てかさ、今日は雨なんだ。春の月に雨って結構珍しいよね。秋の月に雨であれば結構多いんですが、春の月に雨はなかなか貴重ですよ。さあ、そういったところで、ちょっとね、グエン生活行きましょうか。さあ、リンちゃんと仲を深めに行きたいと思います。お!なんかイベント始まったな。やっほー!お、マイキー。どうした?お前ちょっと太ったんじゃないか、大丈夫か。遊びに来たよ。おー、グエンさん。なんか、改めてこう見てみたらなかなかヨボヨボやな。なんかさ、自分のおじいちゃんとこのグエンさんが確か同世代の設定なんでしたっけ?なんだ?お前たちか、リンだったら出かけて行ったぞ。出かけて行った?うん、おそらく森の方だ。また森の方か。頻繁に森の方に行くね。行ってみましょう。お、シンギーちゃんとマイキーくんが行くってことか。親社畜そこにいたのか。ちょうどよかった。この子らを森まで連れて行ってやってくれんか?お、いいぜ。連れてってやるよ。まあ、要するに、リンちゃんを見つけに行くってことか。お!画面が変わりましたね。これは、うわ、お前何を見つけたんだ何を見つけたん?どうしたの?伝説のオリーブ丼の足跡。オリーブ丼って何?オリーブ丼って。リン姉ちゃんの命はもう、あれ、放っといていいんで行きましょう。おー、なんだなんだ?リン姉ちゃーん!おお、めちゃくちゃなんか探し回ってるな。伝説のオリーブ丼がどういうことだね、オリーブ丼って。めちゃくちゃダセーな、恐竜の名前。この街はもうおしまいだパニック障害か。なんかめちゃくちゃパニックってんじゃねえか。どうなってんだ。あ、リンちゃんいたね。こんにちは。リンさん?あれ?シンジーちゃんに社畜さん、何しに来たの?私たち、リンさんを探していました。お!マイキー来たね。もうだね。マイキーくんはどうしたの?マイキーは気にしなくていいですわ。シンディちゃん結構きついね、言葉が。いや、逆にさ、気にしてあげてよ。みんな気にしてあげてくれ、マイキーのことを。そんなことより、リンさんはどうしてここに?そうだよ。何があったんだ?俺に話してみろ。お!何これ?青い鳥。この子を怪我してたから初めて見たな。小鳥?リンさんが手当てを?おお、優しいね。さよなら小鳥。私の役目はここまで。あとは一人で生きていきなさい。おい、唐突に突き放すな。あ、飛び立ってった。さよなら小鳥。なんか、うん。なんとも言えないね、これ。このシーン。なんだこのシーンは一体。大人の事情ってやつか。小鳥ってもしかしてあの小鳥の名前、小鳥?そう、小鳥だから小鳥。かわいいでしょ?いや、そんなことを言うリンさんが可愛いです。確かに。小鳥に小鳥っていう名前をつけるの面白いな。けど普通に飛び立ってったね。まあよかったよかった。ってことで終わったわ。謎イベントやな。まあこのイベントが後々重要になってくる可能性がありますからね。はい。っていうことでリンちゃんこんにちは。何かご用ですか?用事があるから話しかけてるんですよ。太陽は立派ですよね。お花を立ててくれるんですから。まあ、確かにそういった言い方をされると、まあ、立派に聞こえるよね。はい。まあ、そんなところで、ここの家を後にしましょうか。お!グエンさん大丈夫?元気? あいつの孫か。確かに面影があるね。あいつの孫。なるほどね。俺の祖父っていうことか。祖父の孫。なんかそう言われるとちょっと感慨深いね。てか、おじいちゃんってさ、これ結局どこ行ったんだっけ?さあ、そういったところで、牧場物語に続きやっていきたいと思います。さあさあさあ、やっていきたいわけなんですけども、皆さん、エンディングってもう見ましたか?このゲームのエンディング。実はね、このゲームエンディングが存在するんですよね。そのエンディングを見るための条件っていうのがですね、こちらに隠されています。じゃあ、市役所のどこに隠されてるかというと、こちらですね、依頼の確認。で、今はですね、町長からの依頼がないわけなんですけど、町長からの依頼が、ここに貼られるじゃないですか。で、それをクリアしていくと、最終的にエンディング的なものを見ることができます。
まあ、要するに街の発展度を上げていけっていうことですね。例えば街の発展度を上げていくと、どういったことが起こるかというと、街灯が変わったりとか、ビューティーサロンが建設されたりとか、市役所の外装が変わったりとか、ベンチが変わったりとか、観光客が増えたりとか、最後は豪華客船が停泊するようになったりとか、まあ、そういった様々な変化が街に起こるわけなんですよ。要するに街を発展させていくことによってエンディングらしきものを見ることができるわけなんですよね。厳密にあれエンディングって言うかわからないんだけど、ただまあエンディングらしきものなのかな、あれは。ちなみに町長ビクトルからの依頼に関しましては全部で9つございます。9つクリアするとエンディング的なものが見れるっていうことですね。はい、まあそんな感じですと。ちなみに街の発展度を上げたいぜって思ってる方たくさんいらっしゃると思うんですよね。そういった方々のために発展度を上げるための主な行動だったりとか条件だったりとか、そういった内容を詳しく細かく話している動画が別途あるので、詳しくはそちらの動画を見ていただければと思います。街の発展度を上げるってさ、結構複雑なんですよ。同じ内容を2つの動画で言っていても仕方ないんで、発展度を上げたいと思ってる方は申し訳ないんですけど、他の動画を見ていただければと思います。まあそんな感じですね。お、ジャコボ、社畜頼みがあるんだ、聞いてくれるか。また唐突に始まったな。なんかさ、こういった形で今作ってプチイベントみたいな多いよね。今作の特徴としましてはこういったプチイベントが多いなと思いました。前作も確かに多いっちゃ多いんだけど、今作と比較するとだいぶ少なかったよね。てか今作が多すぎるんだよ。まあここら辺はね、充実してますよね。聞いてあげる、ありがてえ。実は海に財布落としたんだ、一緒に探してくれないか。そんなウキウキで言われても俺反応に困るんだけど。え、なんでさ、海に財布落としたのにそんなにウキウキなの、おかしくないか。普通さ、もうちょっとしょぼう、うわマジかよ、財布落としちゃったどうしようみたいな感じになるんじゃないの。めちゃくちゃ嬉しそうだな。うん、まあそれがジャコボの性格なのかもしれないけどさ、個性的ってレベルじゃねえぞ、ビビるわ逆に。どうなってんだみたいな。落としたっていうか、バナナ食べてて皮を捨てようと思って投げたら、投げたのは財布だったみたいな。どういうこと、どういった展開だよ。急展開すぎないか。あ、先に探してて、俺ちょっと準備運動。ちょっと待って、それさ、俺が一人で探すことになるんじゃないの、やめてくれよ。うん、そこそこその辺、いやもうちょっと深いとこかな。あ、まずい、あいつ溺れてやがる。うわ、ふざけんなお前マジで。おい、ジャコボ許さねえぞ。待ってろ、誰か呼んできてやる。おお、てかお前が助けろよ。助けを求めるのは確かに重要なんだけどって、お前女の子かい、連れてきたの。ほら、あそこちょっと泡が出てるとこ、あれ社畜だ。くそ、完全に使われてんな。ララちゃん助けてくれ。わかったわ、あんたはここで待ってて。お、ララちゃんありがとう。お、やってきたね。大丈夫社畜、よかった、ちゃんと息はあるみたいだ。お前マジでさ、俺を殺す気だっただろ、ふざけんなマジで。くそ、そうね、もう少し遅かったら危なかったわ。いやナチュラルに言ってるけどさ、怖いな。みんな去年二十歳か、去年二十歳で死ぬの嫌だよ。それにしてもなんで服を着たまま海になんか入ったの。いや、ジャコボのせいっすよ。 99% ジャコボのせいかな。てか 100% か。服が濡れると動きも取られるし、それにこの辺りは離岸流で、あ、離岸流っていうのは何なんだろう。なんかその流れが速いところってまあイメージがあるんだけどさ、そういった認識でこれ合ってるかなって。今説教してもしょうがないわよね。ふざけんなよ本当に。なんで俺が怒られんの、おかしくないか。俺助けてあげてんのにさ。いや、ジャコポ怒ってあげてよ、ララちゃん。あ、あ、そうだな、俺が後で説教しといてやるよ。くそこいつマジで、絶対こいつ許さねえわ。ありがとうな、ララ。あ、そうだ、あなたが溺れてた近くに財布は沈んでたわよ。ポケットから落ちたのねきっと。あー、ララ、その財布実は俺のなんだ。お、ララちゃんめっちゃびっくりしてる。はぁ、あ、それってつまり社畜はあんたの財布を拾うために海に入ったの。なんかそういうことらしい、ほんと申し訳ない。いや、そういうことじゃなくてお前が頼んだんだろ。今度同じようなことがあったら勝手に海に入る前に私を呼びなさい、わかった。はい、わかりました。おー、なんか謎展開、謎イベントやな。まあこういったイベントがね、面白いところではあるんだけど。お、マルコスの家だって。そういえばさ、俺マルコスの家にまだ入ったことなかったな。じゃ、せっかくだからさ、入ってみるか、マルコスの家に。
お、やってきた。お、みんなご飯食べてるね。もうどこ行っても観光客だらけ。観光客パラダイスね。言い方が面白いな。まだ春なのにエミリオもラウルももう泳ぐって言い出してるのよ。あ、そうなんだ。てかエミリオってこれ何歳の設定なんだろうな。なんか見た目的にはさ、男子高校生って感じがしないか。まあ眠い。男子高校生と結婚するってどういうことや。こんにちは。けど二十歳ぐらいなんかな。エミリオもどうなんだろう、わからねえな。まあこの子はね、なんか中学生とか小学生って感じがするけど、たくさん動いたからお腹空いちゃいました。みんな魚料理食べてるな。え、なんかさ、この島の人めちゃくちゃ魚料理好きじゃないか。みんなこぞって魚料理食べてるよね。おかしくないこれ。こんにちは、社畜。おお、皆さん魚料理好きなんですね。まあこれが不具合なのか仕様なのかわからないけどさ、どうなんだろう。カレー頼んでもさ、このゲーム魚出てくるからな。面白くない、どういうことやねみたいな。カレー頼んでも魚出てくるって、こんなゲーム俺初めてだわ。はい、ということでそんな感じでございます。では今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。